皆さんこんにちは。ニュージーランドに約3ヶ月間飛び立ちました、ソガナナミです。私が今回留学を決めた理由は、私の将来の夢、目標が外交官になることだからです。小学校3年生の時に杉原千畝さんの伝記を読んでから、私のこの夢はずっと変わったことがないんです。そんな私は2019年のある日、こんなニュースを目にします。国連の発表する世界幸福度ランキングで、日本は54位から58位になりましたというニュースです。皆さんもご覧になったことがあるでしょうか。また私の友達が2週間のニュージーランド留学から帰ってきてから、こんなことを言ったんです。私一生向こうで暮らしたいと思ったんだよね、とものすごい喪失感に駆られていました。私がその時思ったのは、どうして私この日本に住んでてすごく幸せなのに、と思うと同時に、私がこの幸せだなと感じる日本を世界中の人から幸せな国だと知ってもらいたい、そう思ったんです。でも私こんなことを言っておきながら、ただの一度たりとも海外は行ったことはありません。でも私今ここで行くしかない、そう思ったんです。私が飛び立ってからの活動です。一つ目に、世界幸福度報告の調査基準をもとに私自身がアンケートを作り、日本とニュージーランドで実施すること。2つ目に、行かなければわからない違いにたくさん気づくこと。そして3つ目に、何よりも私が大好きな日本をたくさんの人にアピールしまくることです。ニュージーランドは世界幸福度調査で常に上位を獲得している国々です。2019年の結果もなんと8位でした。上位を獲得している国の中でも、日本と同じ島国であり、プレートが重なっているため地震も多いなど、地形的に似たところが多いため、この国を留学先に決めました。私が最も大変だったのは、一つ目のアンケート調査です。誰でもできるように、紙形式ではなくて、メールを送ってパソコン上でできるように工夫しました。でも、私の通った現地校は、なんと1000人もいる学校で、30件以上のメールが毎日、全校生徒と先生方からたくさん送られてきます。そんな中で、名前も知られていないこんな私が、たった一件メールを送ったところで、誰にも見てもらえませんでした。そこで私は思い切って、同じ内容のメールを同じ人に3件立て続けに送って目立たせてみたり、他の市内の学校3校に交渉してアンケートを送ってもらうなどした結果、ニュージーランドではなんと411の回答を集めることができ、日本では427の回答を集めることができました。あなたは必ず信頼できる人は何人いますか、というこの質問は、私の行ったアンケートのうちの一つの質問です。この青い部分は、10人以上信頼できる人はいると答えた人の割合を表しています。日本が 13.5% なのに対し、ニュージーランドでは 37.2% と、この回答に最も大きな差が開きました。私はこの回答、身をもって実感しました。例えば、私のホストマザーは丸1日オーストラリアから来た友達に家をそのまま明け渡してしまったり、たった出会って2日目の私に、あなた家の鍵が必要ね、と言って私用に家の鍵を作ってくれたりしたんです。こんなことありえないかなと思って、とても驚きました。あまりにも私に重要なことを任せてくれるので、私も逆にホストマザーを信頼しましたし、その信頼に応えたい、そう思ったんです。私はここで、なぜニュージーランドは信頼度がこんなにも高いのか考えました。私は信頼度はニュージーランドの地域社会の連帯性が高いことと関連していると思います。例えば、15歳以上の子供が近所の子供の世話をするベビーシッターの仕事をしているのが一般的であったり、環境ウィークやマオリの文化ウィークと題して、国全体でボランティアの意識を高めて実践するウィークなどがありました。このように地域での助け合い、仲間意識を高める機会が多いと身をもって感じさせられました。ただ留学をするのではなくて、明確な目的を持って留学することで、そのことを達成してやろうという気持ちが生まれます。そして達成した先で、自分自身に自信を持って自分を大好きになることができる、そう思いました。そして知らないことを自分から知りに行くことの大切さを学びました。また何よりも大事だと思ったことは、私が海外へ行ったこともないのに今回3ヶ月の留学を決めたように、やりたいと思った瞬間から行動してみることが何よりも大切だと思います。私はこの飛び立てでの経験を生かして、世界一幸せな国の外交官として、世界中に幸せと日本の良さを伝え続けます。